はい、国重です。ということでね、ビットコイン強いですね。ついに1000万円超えちゃいました、ということです。はい、まあ、歴史的快挙ですね。もうね、今後1000万円割ることは、もう数少ないんじゃないかと思いますけどね。僕はですね、はい。で、3月に入って暴落するんじゃないかっていう人もいると思いますね。はい、いますね、結構。YouTube なんか見てるとね。はい。しかしね、過熱感がないんですよね。猫も杓子も買おうっていうね、雰囲気にはなってないんですよね。みんな冷ややかですね。はい。ね、スーパーのね、レジ打ちのね、おばちゃんがね、ビットコインの話をしたらね、売らないといけないんですけど、まあそんな感じではないですよね。誰もビットコインの話しないっていう この冷ややかさ。ね、こういう時にはまだ上がるんですよ。まだ上がるんですよね。うん。ということでね、ガチホでいきましょう。皆さん、ガチホ。ガチホールドがいいですよ。はい。ガチホールドでね、はい。いきましょう。イーサリアムも上がってますね。イーサリアム56万円ですよ。すごいですね。で、この柴犬コインがまたすごい。54%上がってますから、すごいですね。多分まだまだね、ドージと柴犬、これ上がるんじゃないかなと思いますね。まだまだ。ということで、ビットコインがね、シルバーの時価総額を超えたと。ね、一瞬超えたということなんですよ。これはすごいですね。もう8位になりましたから、ビットコインが。世界の資産の1位は当然ゴールドですけどね。ビットコインは8位に来てるということで。シルバーを超えたっていうのはまたすごいですよね。すごいですよ。ね、もうすぐこの Google が見えてきてますから。Google を超えるのもまあそんなに時間はかかんないかなと思います。はい。で、これが月ごとのですね、ビットコインの上昇率を表してますね。これちょっと見えない。月ごとのビットコインの上昇率。で、2024年2月がですね、44%上がったということで、これかなり上がってますね。で、まあ2017年は、まあ異常だったんですけど、この年以外で見ると、まあ44%っていうのはかなり高い部類に入りますね。はい。あ、本格的なブル相場ね、に入ったんじゃないかなと思いますけどね。はい。これだけを見るとね。で、3月。3月は、まあ、横横なんじゃないですか。もう2月で、ね、44も上がってるから、横横な感じしますけどね。はい。まあ、ちょっとね、気長に、はい、見ていきたいと思いますね。はい、ビットコイン。1000万円超えたということでね。歴史的快挙でございます。まあ、チャートを見てみましょう。チャートこんな形になってます。まあ、対数で見るとこういう感じですね。ああ、
まあいい感じで言っておりますと。はい、以上になります。